絶好のクイリッチ日和だ。空にはさんさんと輝く太陽、皆さんの顔も輝いていますね。今日はスタンドから好きなチームを応援し、映画の魔法を体験するわけですが、皆さん準備はいいですか？皆さんが出演するのはハリーポッターと賢者の石のハイライト、ハリーが初めて出場するクイディッチのシーン、グリフィンドール対スリザリンの伝統の一戦です。向かって右に見えるのが映画の撮影に使ったスタンドを再現したものです。でも試合は行われていませんよね。そう、クイディッチの主役は空中を飛び交う選手だけではないんです。試合の映像はグリーンスクリーンをバックに別撮りしておき、後からデジタル技術で合成されました。つまりスタジアムの熱気を生み出したのは主にスタンドの観客、あたかも目の前でゲームを観戦しているような熱演のおかげです。映画の出来は演技が決め手ですから、皆さんも大いに張り切ってください。今日は皆さんが観客になり、ハリーの初戦を見守ります。会場のスタッフが監督を務めますから、まるで実際に目の前で試合を観戦しているつもりでチームを応援しましょう。監督が指示を出しますので、その通りにアクションしてください。まずは声援とブーイング。監督はカメラが回って、それぞれのショットを撮影する準備ができたらアクションと叫んで演技のタイミングを伝えます。その後、皆さんが出演した映像は試合をしている選手たちの映像と合成され、世界に一つしかないクイディッチのシーンが完成します。まもなくスタッフがセットに案内しますので、しばらくお待ちください。僕は作品が完成するのを楽しみにしながらセットの向こうで待機します。見事、声援もブーイングもすごい迫力でした。皆さんはたった今映画に出たんですよ。今日から立派な俳優です。どんなシーンに仕上がったか気になるでしょ？僕もです。それでは早速見てみましょう。 The coffin is released and the game begins。The coffin is released!